ダンス動画をアップさせるのは難しいという話。N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、学研教室×ライオンちゃんダンスコンテストです。学研教室ライドンタイムの音楽に合わせて撮影したダンス動画を TikTok か Instagram もしくは Twitter で投稿するキャンペーンです。それでは烈さん解説お願いします。学びというと学習や読書なんていうものを思い浮かべがちですけども、机に向かうことだけでなく家族やお友達と体を動かしながら楽しくキャンペーンに参加して新たな学びに出会うきっかけにしてほしいということで、学習教室の学研と MBS 毎日放送のマスコットキャラクターライオンちゃんによる踊ってみた系動画投稿キャンペーンです。で、このデジタルプロモーションラボで踊ってみた系動画は非常にいろんなところ見てきましたけども、成功してないっていう話を散々してきたわけですが、まあ、TikTok における踊ってみた系のキャンペーンで、まあ、前にちょっと EXILE さんがやっていたキャンペーンで、まあ、本当にうまいことできてるんですよ。踊らせるためにもその踊る人口に対してもちゃんとはめてるし、それが波及していく形もちゃんと作っているもので最大450ぐらいだったんですね。だからこの450数字出せたら本当にすごいっていうことがこのキャンペーンラボ調べで分かってるぐらい、まあ450がマジマックスっていうぐらいの話なんですね。なんでそこまで大きく広がらないっていうのは踊ってみた系のもう結論なんですけども、まあ、まだツイッターとかの方が投稿される可能性があるかなと思ってはいますが、でそのライオンちゃんと学研教室がコラボレーションした動画の中で軽快に踊るライオンちゃんのダンス動画を参考に TikTok とかに投稿すると、これが見本動画ですね。まあダンスはめっちゃ簡単だと、まあそれは難しかったら無理ですよね。でこんなポコポコした動画をまあ小学生とか中学生ぐらいに踊ってもらおうっていうような内容になってます。でまあそんなのが5作品に対してインセンティブが当たるようになっていて、まあどっちかっていうと勉強グッズ的なものが当たるというようになってます。で、まあ、審査基準もちゃんとライオンちゃんぐるぐるダンスを取り入れてて、アレンジダンスができてみんなが明るく楽しく撮っているものなんで、まあこう教室とかでみんなで撮るようなイメージをしているのかもしれないですね。で、TikTok の場合フォローしてハッシュタグ学研教室ライドンタイムを送るというような形になってます。でこれが、2月24日からスタートで今、撮影しているのが3月3日ですから、まあ1週間ぐらい経ったのかな。というわけでちょっと見ていきましょうか、どんぐらい投稿されてるのかね。まず TikTok、 まあ自分とこだけですね、ゼロ。そしてインスタか、 TikTok をこの学研教室公式っていうのが3つあって、それ以外は全部別のライドオンタイムですね。 TikTok も投稿されてない。じゃあ最後 Twitter、 よいしょ、検索ライドオンタイム、最新でもゼロ。なるほど、すべての SNS でゼロ投稿、もしかしたらそのキャンペーン認知が足りてないのかもしれないですね。でまあそのキャンペーン認知させるために、Twitter のフォロー&リツイートキャンペーンも行っていて、こちらは2500リツイートぐらいいってるんで、まあそのキャンペーン認知もある程度できてるけど、やはり動画投稿っていうのはハードルが高いという話です。踊りを覚える、楽曲をダウンロードする、実際に踊って撮影する、編集する、世間に公開する、まあ、この過程をユーザーが踏まなければならないってことが理解できてないでキャンペーンストーリーを作ってしまっていると、やはり投稿は少ないかもしれないですね。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。現在、無料出張勉強会のご依頼を募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。